はい、こんにちは。前回の動画で、セントOS8が2021年12月31日でサポートが終了し、セントOSのナンバリングは8で終了します。9はリリースされませんというニュースを紹介させていただきました。公式のアナウンスだと、セントOSストリームに移行してくださいとのことですので、今回はセントOSからセントOSストリームに移行する手順について紹介させていただこうと思います。ただ、前回の動画でも説明させていただいたんですけれども、セントOSストリームは、レッドハットの開発ブランチとして機能しますので、今までセントOSの安定性を好んで利用してきた方にとっては、移行するメリットは少ないかと思います。この件に関しては、少し新しい動きも出てきていますので、そちらの紹介もさせていただきます。はい、こちらがですね、セントOS 8になります。まず、アクティビティからブラウザを立ち上げていただいて、はい、セントOS Linux 8ですね。はい、そしてですね、セントOS ストリームに移行するためには、セントOS ストリームのダウンロードページから、下の方に行くとですね、こちら、Converting from CentOS Linux to CentOS Stream ということで、このコマンドを順次実行していけば、CentOS Stream になるみたいです。最終的にですね、最後のこちらのコマンドを打てば、CentOS Stream Release 8になっているはずです。では、現在の状況はどうなっているかと言いますと、コピーして、アクティビティの端末から、CentOS Linux Release 8.3.2011 っていうことでですね、まだ CentOS の状態だっていうことがわかりますね。CentOS Stream にはなっていません。ではですね、これら適宜コマンドを打っていきます。まず、こちら。dnf install centos-release stream。スーパーユーザー。はい。sudoをつけます。はい、これで yes です。yes です。完了しました。では次に、こちらですね。ビジネススワップセントOS-Linux Stream Repos。はい、エンター。これもスーパーユーザーですね。はい、結局これ管理者権限じゃないとできないですね。これで Yes です。はい、完了しました。そして、これも管理者権限で DNF Distro Sync。はい、これも Yes です。はい、完了しました。ではですね、最後にこちらのコマンドを打って、ちゃんと CentOS Stream Release 8になっているかどうかを確認します。
CentOS Stream Release 8。ちゃんとですね、CentOS Stream、こちらの方に移行されていることがわかります。手順自体はですね、ホームページに書いてありますので、このまま実行してみてください。はい、こちらがですね、前回も紹介した、単管書のページになります。日本語翻訳しています。で、こちらですね。だいたい4日前、今が12月の13日、2020年の12月の13日ですので、だいたい12月の9日ぐらいに始まって、約7500人の賛同者が集まったみたいですね。リアルタイムで賛同者が集まってるみたいです。うん。そして賛同者からのコメント、まあ、いくつかありますね。まあ、結構厳しい言葉書かれてますね。長期的にあなたのブランドをゴミ箱に捨てるつもりです。これはビジネス上の決定としては不十分であり。まあ、結構手厳しい意見が多いかなと思います。人々が CentOS を愛した唯一の理由は、無料のサポートがないレッドハットエンタープライズ Linux だったからです。まあ、ちょっと極端な言い方ですけどね。まあ本当にこれだけが理由かどうかわかりませんし。まあ他にもですね、数々のコメントが出てるみたいですね。今回の CentOS 8の廃止と、CentOS Stream への移行に関しては、かなりの嘆願書が集まってるみたいですね。そしてもう一つ別の動きが出てますね。こちら、ロッキー Linux です。日本語訳していきます。はい、ロッキー Linux。で、これ何かって言いますとですね、ちょっと読み上げます。ロッキー Linux はダウンストリームパートナーが方向を変えた今、アメリカのトップエンタープライズ Linux ディストリビューションと 100% バグごとに互換性があるように設計されたコミュニティエンタープライズオペレーティングシステムです。それはコミュニティによって集中的に開発されています。ロッキー Linux は CentOS プロジェクトの創始者である、ちょっと読みにくいですね。なんて言うんでしょう。グレゴリー・カーターかなが率いています。リリースの ETA はありません。寄稿者はこのサイトで提供されるコミュニケーションオプションを使用して連絡するよう求められますということで、CentOS プロジェクトの創始者の方がですね、別の Linux のプロジェクトを立ち上げたということです。現時点でまだの形にはなってない CentOS Stream への移行の発表の後にですね、こちらの方を立ち上げられたので、まだ具体的な形にはなってませんですけれども、これがですね、具体的になっていけばですね、今後 CentOS ユーザー、今の CentOS ユーザーの受け皿となるような Linux になるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は既存の CentOS から CentOS Stream に移行する手順について説明させていただきました。また、今回の発表に伴う各ユーザーの動き、嘆願書が続々と集まっていったり、CentOS の創始者の方が新たな Linux プロジェクトを立ち上げたり、そのような動きがあるということを紹介させていただきました。今回の動画が面白かった方、ためになった方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。